明日はもう朝早くから釣りなんですよ。もう暗いうちから出る。はい。じゃんけんですね。ミルトンじゃんけん。はい。ミルトンさんです。ミルトンさん。ミルトンじゃん。その初日私ミルトンさんに乗っていただいたじゃないですか。でそこから2日間はたさのぼって乗ってはいはい。そこはなんかこうないないない、じゃんけんのじゃんけんの結果やろ。2日間もはたさんが独占してるわけですよ。私はミルトンさんをじゃんけんの結果でな、それは。そこはなんかこう優しさは、いや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 、じゃんけんやもん、だってじゃあじゃんけんしましょう。じゃんけん、そこまで言うの、ここは言えないね。えじゃんけん、じゃんけん、ここは言えない。ミルトンじゃんけん、じゃんけん、ほい、よっしゃやった、やった、優しさ、いや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 、優しさです。いや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 、でもこれはパターン通りやな。パターン通りです。パターン通り。優しさです。どうぞ。なんか嬉しくない、立っても。はいはいはい。おはようございます。Day 5。幻の Day 5ですよ。幻です。さすがに体が痛い。寂しい。今日でブラジルの釣り最後だ。仕留めないといけないですね。ナマズを仕留めましょう。頑張っていこう。今日こそは。今日こそ来ていこう。最終日開始です。頑張りましょう。針をでかくしました。このニョロニョロの名前は何て言うんですか。トゥービーラでして、サラッポ、サラッポ、サラッポ、クラッチを切る。スーッと持ってたらギュン。感じめにしました。綺麗な朝焼けだね。釣れないな。簡単ではないなぁ。よっしゃ。あー、かかる。集中力が切れかかって、いやもう切れているのかもしれない。回ってない。おやっしゃ。やった釣れたぜ、兄ちゃん。どの辺に投げましょう。同じ角度。食われてしまえ。
オッケー。ちっちゃいタライラ釣り。餌を確保して。開けたぞ。これはこれサムネじゃないですか。はい。いやこのあの二あの人と並んで歩いてるの。兄ちゃん、うわ、かわいい、かわいい、なんか、うん、パパ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 パ、どうやって撮ろうか、手がぬちょぬちょだ、洗えばいい話だ。もうすべてがぐちょぐちょ。あれ？あれ？ニョロニョロ？あ、違う違う。チビだ。チビが釣れた。かわいい。これ、これ熱帯魚サイズ、水槽サイズじゃないですか。かわいい。うん、君の餌になるんだけどね。なにここ、パラってる。パラってる。うん、なかなか経験できないですね。こんなにいっぱいタライラ釣れるなんて。なんだ、無限に釣れますよこれ。うわ、よいしょ、無限に釣れる。あいつか、来たぞ、よいしょ、もう何本釣ったか分かんない。こんにちは、ドクタライラです。食べてしまいました。将来は70センチ以上になる予定ですけど、餌になります。ここで餌になります。口を開けてください。泥臭い。アングラーザイル、やっぱ泥臭く超過を狙っていかないと。左巻きにもちょっとずつ慣れてきた。オッケー、終了。楽しかった。めちゃくちゃ釣れたな。よっしゃ、帰るぞ。帰ってきました。大量にミニタライラ釣って、それを午後は餌にして、いよいよナマズを釣るという作戦でございます。ドロドロです。ワニも少ないですね、こっちはね。一匹しか見てない。
これで釣れたらマジで餌の力だな。入れよ。うじゃうじゃいるぜ。かわいこちゃん目指しにされた。うん、石だ。うわでかっ。うぅでかっ。うわぁ、あぁ、あぁ、あぁ、どないなってる。入らない。入らない。あ、なんかぐるぐる巻きになってる。ありがとうございます。よいしょでっかー。かっこいい。そうですね。よいしょ。うん。これも餌になるそうで。ぶつ切りの餌に。昼の部終了。半日終わった。また今日も。タイヤがパンクした。みんなで楽しみましょう。お待ちしております。